はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。こちら、シンクパッドの L540 という商品というかね、まあこちらの方、ジャンク品ということで購入いたしました。まあ、ジャンクの理由が OS なしっていうことだけなんですね。ハードディスク 500GB 載ってるよと。で、4GB のメモリーっていう形ですね。で、Core i3 の 4000M が載っているということで、まあこれ非常に拡張性の高いノートやでっていうことで、ちょっと今回購入に至りました。まあ価格の方はね、6580円したので、あんまりお得感はないかな、安くないかなみたいな。まあでもちょっとまあいろいろ CPU 変えたりできるんじゃないかなということで、まずは今日は整備の方ですね、セッティングの方をちょっとしていきたいなというふうに思います。で、簡単に見てみるとですね、まあ、開くとこんな感じ、結構でかいなという感じですね。15.6 インチという形です。画面サイズの方が WXGA ということで 1366×768 ということなので、ちょっと画面が狭いなみたいな感じですね。解像度がちょっと低そうかなっていう感じですね。かなりぶっちょいなという感じなんですが、こちらの方ですね、右側面に D サブ、そしてこれがミニディスプレイポートですかね。で、 USB3.0、こちら左側面が、こちらがイヤホンジャックと USB の 3.0、 そしてこちらの方が DVD ドライブがついているという形になっています。あとは、ここですね、こちらの SD カードスロット、背面の方にこちらの方また USB があって、そして有線 LAN のポートと、あとは電源というところですね。はい、というので、あとはバッテリーがついているという形になっています。じゃあ早速ですね、こちらの方を OS の方を導入してですね、スペックというか、まあスピードとかね、その辺ちょっと確認をしていきたいなというふうに思います。はい、というので一応ですね、SSD に交換し、メモリの方を 4GB ちょっと増設した状態で、まあ、BIOS ちょっと見てみようかなというふうに考えています。じゃあちょっと早速電源ワンピーユと、はい、というので、一応 BIOS の方に入れたのかなという形ですね。はい、というので、ちょっと見てみると、 CPU の方が Core i3 の 4000M CPU ですね。で、 2.4GHz、 メモリーが 8GB という形で、まあちゃんと認識してるかなというふうに思います。あとはスタートアップ、ブートというメニューからちょっと見てみたんですが、こちらですね、4番目の項目で HDD というので 120GB の SSD を認識しているという状況ですね。じゃあまあ早速 USB から起動して Windows 10をですね、インストールという形に持っていきたいなと思います。はい、というので Windows 10のインストールの画面に出てきましたね。というのでインストールの方を開始したいと思います。スタートじゃ。はい、ということで Windows 10インストール完了しました。よいしょいよいしょ。っていうので、まあここまではね、簡単だよという感じですね。あとはまあ、簡単にレノボバンテージ、こちらの方で設定をし、ベンチマーク、こちらの方ね、ちょっとどのぐらいの力かなというのを確認していきたいなというふうに思います。じゃあ早速設定やっていきます。はい、ということで無事に Windows 10の設定も完了しました。余裕だっていうので、まあとりあえずはね、この形。ただちょっと画面サイズがやっぱり狭いですね。なんとかフル HD まで持っていけたらなという課題が残りますね。
こちらの方ですね、きちっと認識してますよっていうので、Core i3 の 4000M CPU と 2.4GHz というふうに出てます。実装メモリ 8GB きちっと認識してくれてますという形ですね。はい、じゃあ、ベンチマークの方に進んでいきたいなと。まずはシネベンチ R15 からスタートさせていきたいなと思います。シネベンチだ。はい、というので、シネベンチの R15 立ち上がりましたよということで、こちらきちっと出てますね。インテル Core i3 の 4000M CPU で2コア4スレッドっていう形ね。 2.4GHz っていう形です。2コアで4スレッドなんでそこそこいくんちゃうかなというふうに思いますね。 200CB は超えるやろというふうに予想しています。はい、というので、まあとりあえずちょっとやってみよう。 CPU ランチャー。はい、というのでこちら結果出ましたね。 229CB、 なかなか元気なんちゃうっていうので、なかなか元気っていう表現もおかしいですけどね、なかなかいい数字が出てきてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、他のやつと比べても Core i7 の 4600U とあまり変わらない。 4600U、 Core i7 のですよ、 4600U が 233CB ぐらいしか出てないので、まあなかなかの数字を叩き出してきてるという形ですね。まあ、これはなかなかいいなという感じですね。はい、というので、シネベンチの結果でした。はい、というので続きましてシネベンチの R20、 こちらの方も一応確かめてみようと思います。はい、というので、こっちはねまだあんまり業さんやってないのでどんな感じかなという形なんですが、まあとりあえず確認していくぞというので CPU ランジャー。はい、というのでこちら出ましたということですね。まあダントツのベベですが 500PTS という数字が出てきました。こちらで Core i5 の 4300U CPU で、測った時には 687PTS っていう形なので、まあ500なかなかいい数字なんじゃないかなというふうに思いますね。まあグラフ上でも Core i5 の 5300U CPU 541PTS に対してっていう形ですよね。っていうので、まあまあ Core i3 なので、まあこんなものなのかなっていう形で出てきました。っていうので、まあ一応参考までね見ていただいたらというふうに思います。っていうので続きましてはドラゴンクエストのベンチマークちょっと見ていきたいなというふうに思います。じゃあドラゴンクエストのベンチマークいくぞん。はい、っていうので、まあいつも通りなんですが、標準品質 640×480 ウィンドウ、この形で毎回やってますんでね、まあどんな感じかなーっていうのでちょっと試してみようと思います。ちょっとやってみるぞ、スタート。はい、ということで結果の方出ました。とても快適、7489点のスコアが出ましたということですね。思いのほかいかなかったなという感想ですね。まあ8000点超え、9000点超えするかなと思って見てたんですが、まあグラフィック性能はそんなに高くないのかなと。まあメモリの方も8ギガ載せてますからね。っていうので、まあ大したことねえなみたいな感じでも、まあとても快適っていう風に出てますんでね、ドラゴンクエストはとても快適にできるんだろうという風に思います。まあ標準品質でねっていう感じです。はい、というので、まあ毎度毎度やってますが、やる必要性もないかもしれませんけども、最高品質にしたらどうなるかという形ですね。最高品質の 1280×720 ウィンドウ、これも毎度毎度やってますので、こちらの方も再確認というので一応回してみたいと思います。ちょっとやってみるぞ、スタート。はい、というので結果出ました。結果の方は普通、ス
コアの方が3408点、まあ予想通りでございますということですね。はい、なのでまあとりあえずはね、今回このような結果になりましたが、まあこちらのねレノボのThinkpad L540 を買った理由っていうのは、まあはっきり言うと拡張性が高いだろうということですね。 Core i7 の方に乗せ替えることもできるし、 IPS 液晶、フル HD 液晶にちょっと変えたのかなというので、このジャンクの PC を買ったという、まあ、経緯があるわけですね。次回以降ですね、こちらの CPU の交換、それとあともう一つ液晶ですね、これうまく変えれたらなというふうに考えています。今回はまあこういった形で、整備をするだけみたいなんですが、次回交換していきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。